突然ですが、皆さん、象は足で音を聞けるのを知ってましたか？聞くというよりは、感じ取れると表現した方が正しいかもしれませんが、象は非常に高度な感覚動物で、彼らの足を通して地面の振動を感じ取ることができます。特に低周波の音や振動を感じ取るのに非常に優れています。研究によれば、象は低周波の音を使って長距離でコミュニケーションを取ることができます。これは人間の耳には聞こえない低い音域のものです。象が発するこれらの低周波の音は地面を通して数キロメートルも伝わることができると言われています。また象は足の裏や鼻を使ってこれらの振動を感知することができます。足の裏には特殊な構造があり、地面の振動を感じ取るのに適しています。このようにして他の象の位置や活動を知ることができるのです。この能力は象が生息するサバンナや森林などの広大な環境でのコミュニケーションや周囲の状況を把握するために非常に役立っています。そしてその他にも象は多くの特殊な能力を持っています。ここではその中から5つの特徴的な能力や特性を挙げてみます。1. 長い鼻。なんといっても一番の特徴はトランクと呼ばれる長い鼻でしょう。象のトランクは鼻と上唇が進化して一体化したものです。このユニークな器官は象の最も特徴的な身体部分であり、非常に多機能で柔軟性に富んでいます。象のトランク、この不思議な器官はなんと約4万以上の筋肉で構成されているんです。縦筋、横筋、螺旋筋など様々な筋肉が組み合わさっていることで、象はトランクを非常に器用に動かすことができるのです。骨や関節を持たないため、その柔軟性は驚異的です。ここで出てきた螺旋筋とは筋肉の一種であり、その名の通り螺旋状、すなわち渦を巻いたような形状をしています。この筋肉は特に象のトランクのような柔軟で複雑な動きが必要な部位に存在し、細かな運動制御や柔軟な動きを可能にします。象のトランク内の螺旋筋はトランクを精密に動かすために重要な役割を果たしています。螺旋筋は象のトランク以外にも一部の動物の舌や尻尾などで使われています。さて、このトランクは単なる鼻ではありません。水を吸ったり飲んだり、食物を掴んだり、体を洗ったりする多機能なツールなんです。さらに香りを嗅ぐための優れた感覚器官でもあります。象はトランクを使ってさまざまな方法でコミュニケーションをとります。例えばトランクを高く上げることで警戒や威嚇を示すことができるんですね。また仲間に触れることで親しみや安心を示すことも可能です。では防御や攻撃ではどうでしょうか？実はトランクは強力な武器としても使われます。象はトランクを使って敵を撃ったり突き飛ばしたりするのです。トランクの先端には2つの指のような突起があります。これを使って象は小さなものを掴んだりすることができるんです。面白いことに、アジアゾウは1つの指を持っているのに対し、アフリカゾウは2つ持っています。これにより、ゾウは非常にデリケートな動作も可能になっています。トランクは呼吸のための器官としても機能します。嗅覚も非常に発達しており、地面に近づけたり、空気中の匂いを探知したりすることができるんですよ。このように、ゾウのトランクはその多機能性と複雑さから、動物界で最も独特で魅力的な器官の一つとされています。2. 大きな耳。象の大きな耳は彼らの生態にとって非常に重要な役割を果たしています。まずこれらの耳は優れた温度調節器です。象の耳の裏側には多くの血管があり、暑い日に耳を振ることで風を通し、血液の流れを促進して熱を放出し、
体温を冷却することができます。特に暑い気候で生息するゾウにとってこれは生存に不可欠な機能です。耳は聴覚のための主要な器官でもあります。ゾウは低周波の音を発し、これらの音は長距離を伝わります。大きな耳はこれらの音を効果的に捉えるのに役立ちます。さらにゾウは耳を使って感情や意図を表現することがあります。例えば興奮や警戒した時に耳を広げて立てることで、これを他のゾウや動物に知らせます。また耳はゾウの体を直射日光や虫から守る役割も果たしています。ゾウは耳を使って体の他の部分を覆うことで太陽の強い照り返しから身を守ることができますし、耳を振ることで飛んでくる虫を追い払うこともあります。ゾウの耳の形や大きさ、耳にある傷や折れ穴などは個体ごとに異なり、これを使ってゾウを識別することもできます。特にアフリカゾウの耳は非常に大きく大陸の形に似ていると言われています。これに対してアジアゾウの耳は相対的に小さいです。このようにゾウの大きな耳は彼らの生態や生活環境に合わせて進化してきた重要な器官であり、彼らの生存において多くの役割を果たしています。 3. 社会的な動物。ゾウは彼らの複雑で豊かな社会的性質によって特に有名な動物です。ここではゾウの家族構造、コミュニケーションの仕方、そして彼らが共有する深い感情的な絆に焦点を当てていきます。まずゾウの基本的な社会単位は家族グループです。このグループは主に成熟したメスゾウと彼女の子孫で構成され、グループのリーダーは経験豊富な最も年長のメスゾウ、しばしばマトリアークと呼ばれるおばあちゃんゾウが務めます。アフリカゾウの家族グループは特に大きく複雑なコミュニケーションや社会的なルールを持っています。子育てにおいてはアロマザリングと呼ばれる知能と社会性の高い哺乳類に見られる親以外の子育て行動、つまり共同育児が行われ、他のメスゾウや若いゾウが親の子ゾウの世話をします。これはゾウの間の強い社会的絆を示しています。成熟したオスゾウは通常家族グループを離れ、単独または他のオスゾウとの小さなグループを形成し、交尾の機会を求めて様々な家族グループを巡ります。ゾウは低周波の音声、鳴き声、トランクや耳を使った身振り、触れ合いなど多岐にわたる方法でコミュニケーションをとります。また年長のゾウが持つ知識や経験は若いゾウに伝えられ、水場の場所や移動ルート、危険な状況への対処方法などサバンナの厳しい環境で生き残るための貴重な知識が共有されます。感情の面ではゾウは互いに強い感情的な絆を持ち、仲間が死んだ際には哀悼の儀式を行うとも言われています。家族や仲間との再会時には喜びを表現する様子も観察されています。ゾウのこのような高度な社会性は彼らの長い寿命とともに複雑な社会的関係やコミュニケーションを築く上での基盤となっています。4. ゾウとその驚異的な記憶力。ゾウの驚異的な記憶力に焦点を当ててみましょう。ゾウには忘れないという言い伝えがあり、これは水場の位置、季節ごとの移動ルート、家族や仲間の関係を覚えておくための重要な能力です。まずゾウは何十年もの間にわたって情報を記憶することができます。彼らは水場や食物の場所、季節の変化に伴う移動ルート、さらには他のゾウとの関係を長期間記憶する能力を持っています。特に乾季や食料不足の時期には以前訪れた水場や食物の場所へ家族を導くことが重要になります。この役割は経験豊富な年長のメスゾウが果たすことが多いです。ゾウは社会的な記憶も持っており、
家族や仲間との関係を長期間記憶します。離れていた仲間や家族と再会したとき、彼らがその関係を認識することが報告されています。また、学習能力も高く、新しい情報や経験をもとに行動を変えることができます。例えば、象は人間の言語や指示を学ぶことができ、これも彼らの卓越した記憶力に起因します。象は危険な状況や人間との遭遇に関する経験も記憶し、密猟者や危険な動物に遭遇した場所や経験を避けるための情報を記憶しています。さらに、感情的な経験も記憶し、亡くなった仲間の骨を発見した時に、その骨に優しく触れる様子から、過去の関係や絆を記憶していることが解釈されます。このように、象の記憶力は、サバンナや森の厳しい環境で生き残る上で、非常に重要な能力です。彼らの生態や生活環境に合わせて発展してきたこの能力は、象の生活を豊かにし、生存を支えています。5. 感情の豊かさ。象は私たちが想像する以上に豊かな感情の持ち主です。彼らは喜び、悲しみ、恐れ、愛情など多くの感情を感じ、表現する能力を持っています。これらの感情は象の高い知能、社会性、そして長い寿命に起因していると考えられています。象は遊び心があり、水遊びや泥んこ遊び、走り回ることで喜びを示します。特に長い間離れていた家族や仲間と再会した際の喜びの表現は、鳴き声やトランクを使った触れ合いによって見ることができます。一方で、仲間が亡くなると、象はその骨や牙に静かに触れたり、数日間その場を離れないなど、深い悲しみを示します。恐れや警戒感も、象には備わっています。危険を感じると、象は耳を広げて大きく見せることで、仲間に警戒を促し、敵に対しては威嚇します。また、家族グループ内では、互いのトランクを使った触れ合いによって、愛情や絆を表現し、これは特に、親子や姉妹間で頻繁に行われます。象は、同情心も持ち合わせており、仲間が困った時には、協力して助けることが報告されています。例えば、泥にはまって動けなくなった象を、他の象がトランクや足を使って助け出す様子が観察されています。象の感情は過去の学習と経験に基づいていることも特筆すべきです。過去に人間からの脅威を経験した象は人間の声や匂いに敏感に反応します。このような豊かな感情表現は象の複雑な社会的関係やコミュニケーションに重要な役割を果たしており、彼らが生息する環境での生存、家族や仲間とのコミュニケーション、感情の表現に役立っています。6. まとめ。この動画では、象の驚くべき特徴と能力について詳しく見てきました。象は地面の振動を足で感じ取る高度な感覚動物であり、低周波の音で長距離コミュニケーションを取ることができます。この能力はサバンナや森林など広大な環境での生活に不可欠です。象の最も有名な特徴は約4万の筋肉で構成される長い鼻、トランクです。この多機能な器官は飲む、食べる、洗う、そして感情表現に使われます。また、大きな耳は温度調節と感情の表現、さらにはコミュニケーションにも役立ちます。社会的な面では、象は複雑な家族構造と強い社会的絆を持ち、豊かな感情を共有します。彼らは家族や仲間との関係を深く理解し、共感や協力を示します。また、象は驚異的な記憶力を持ち、重要な場所や家族間の関係を長期間覚えています。
最後に、象は非常に感情豊かな動物であり、喜び、悲しみ、恐れ、愛情などの感情を豊かに表現します。彼らの豊かな感情は、彼らの生態系での生存、社会的関係、そしてコミュニケーションに不可欠な要素です。この動画を通じて、象の驚異的な能力と感情の豊かさを学ぶことができたと思います。象の世界は、私たちが想像する以上に深く、複雑で、そして魅力的なものです。